究センター .jp の馬場です。吉本です。堀本です。いや、オレンジ卓球場やん。はい。なんで本日はですね、ラージボールをやりたいと思うんですが、はい、お、うん、吉本コーチにラージボールをハマらせたい。ハマらせたい。ハマらせたいっていう企画ですか。っていう企画です。あー、なるほど。確かにね、ラージボールって言ったらなんかここは ね、 そうですね、よくここ半年ぐらいはやってるんですけど、はい、人生でね、4、5回やったことあります。おお、4、5回。そのうちの4、5回は、あの、10年ぐらい前かな。うん、まあ、じゃあ、もう記憶ないな。その時はハマらなかった。ハマらなかったし。なるほど。ラージボールをやる上での吉井さんの今のちょっとネックみたいなのがあったら、そう、聞かせてもらえたらなって思うんですけど、僕もね、当時だいぶ若かったで、はい、その層がまず取り組んでない競技だったんで、あー、周りも、ね、そっかそっかそっか、そこら辺に大会とかもないじゃない、うん、活躍の場もないし、はい、平日だったりしますもんね。そうですね、ラージボールの試合ってもあるし、はい、これは大きい。ドレッドがやっぱなかなか効果的じゃない競技のイメージ でバックも違いとか、あー、なかなか難しい。ということはですよ、これまあ逆手に取ると、うん、やっぱ僕昨年度見てました、はい、ヨッシーさんのマスターズ決定戦で敗退してしまった日のツイート、はい、覚えてますか。覚えてます。お、心に刻まれてますか、あの日の気持ち。心に悔しい気持ちを。フォアだけじゃあかんやんみたいなことを僕に出会えた気がします、はい、そうです。そうですよ、バックを使う時代になっております、今は。まあ、バックとのすごいこうバランスが取れたプレースタイルもこうやっぱラージボールから公式に活かせるなっていうのを僕もまあカットマンなんですけど思いますし、馬場さんも国体予選ね、昨日大活躍だって通過されたんですけども、ありがとうございます。まあ、フォアは叩きすぎちゃったけど、バック、その公式の時表使ってるんですけど、もともと私裏裏だったところで表に変えた人間なんで、そのまあ、バック下手くそなんですよ、本当に表でも。それがラージ始めたくといよって、そんなに練習しないのにバックめっちゃ上手くなりました。特にやっぱいなす技術、ボールを全部強く打つのが正解じゃないっていうことをラージボールを通じて勉強しました。大丈夫ですかね、これ強く打てないんですか。大丈夫です。もともと言い出しこれはまだ新たな。大丈夫です。バックを使う勇気を持つっていう競技であってほしいなと思います。それじゃあちょっと底目出してやっていきますか。すよし、よろしくお願いします。お願いします。いきなり寝かけてくる。実際出してもらって、公式やってて、ラージやった時に、
よくあるミス。あるあるミスいっぱいありましたね。はい、なんですけど、なんか先に手が出ちゃう。我慢の練習です。気になったのは、やっぱり最後、さっきも言われた通り、打たれた時に、そこに力が入るんで、やっぱ、もし打たれたことなら止めなきゃっていうところで。で、ラージアルなんかやっぱ、デッドミスと、あとまあさっき言われたような、手が早く出ちゃう。っていうところで、やっぱ公式の速いピッチ、もうパーンっていくのにやっぱ慣れてるんで、そこはやっぱ、足引いてから正面入って、しっかり押し込む。弾くというか、なんか押し込むっていうイメージなんですけど、バックは多分元から弾く感覚がどうしてもないのが、うん、まあ根本にあるからあれですけど、なんかやっぱりラージャ難しいのってつっつき、つっつきが本当に難しいんです。さっき生き渡が古本さんカットしたやつつっつきで合わせたらボーンって、ね、あれね、あれ何だ、私も最初始めた時よくやってたんですけど、ラージはつっつきするときに目を上に向けた時点でも浮いちゃうので、ちょっと縦気味に気持ち持っていく、ボールを運んでいくっていうイメージを持っていかないといけないっていうところと、あと強打のミス、結構それなりに土台は多分もう公式ずっとやってるのであるけど、最後決めきれないっていうパターンが多かったかなと思うんですけど、決めに行くときにどうしても腕だけでこう行こうとすると思うんですけど、ラージは体で打ちに行く体で打ちに行くっていうのがすごい大事ですね。わかりました。じゃあ今のは 4点くらいですかね。バックで手が速くてしまう点と、あとドライブに対してのブロック、つっつきとチャンスボール、4つかな、うん、それじゃあ1個ずつやってみますか。トレーニング、はい、お願いします、はい、やっていきましょう。